早々のフリーレン〇〇の魔法考えていることを言ってしまう魔法。この魔法は危険ですね。人間関係を壊しかねない。そうなの？人間というのは正直じゃない方がうまく付き合える時もあるんですよ。試しにヒンメルに使ってみていい？ああ、僕はなんてイケメンなんだ。笑った顔なんて最高にイケメンだ。でも怒った顔もまた違った雰囲気のイケメンに。でも悲しい時の顔もイケメンすぎる。ああ、どうしたって僕はイケメンであることから逃れられないのか。普段黙ってる時もああいうことを考えてるんだね。聞かされる方はたまったものじゃないでしょ。ヒンメルの場合は意味が違う気がするけどな。